宇田広四川は、戦国時代の武将、大内氏の重臣、長渡国諏訪山城主、同じく、長渡国や田城主とも伝えられる。大内正弘、大内義岡の二代にわたって仕えた。はじめの主君、正弘からは、広市の字の字を受けている。父広武は、同族の宇田広市八市の後を継いでいたが、兄の広政が戦死したため、10日の家督を相続し、 干渉6年に、次男の広子戦に、うだけを継がせた。文明10年7月、兄、広子守と共に、九州に渡り、小西と戦って、これを滅ぼす。翌年兄に代わって、筑前国の守護大となる。文明14年、広子守が28歳で不慮の死を遂げ、その子たちが幼かったため、正広の命により当時に戻り、兵庫頭を名乗る。 広ロ守マルの三男の凶暴が成人するまで、バンダイを務めて巣を及び、筑前両国の守護大職を務め、主君、吉沖の上洛中は、留守を守って、領内の政務を取り行った。経図類には、しばらく小党史と書かれ、宇田政に服したとされているが、現存の古文書では、その事実を確認できず、当政を通したと考えられている。はじめ中塚佐大輔を名乗っていたが、 永生15年には15一田安房守に任じられた。なお、前年に家督を息子の高安に譲っていたという。後に、正随と防止、死後の改名となった。大英3年10月24日、筑前国馬古記において病のため防止する。広四線の娘は凶暴の妻となり、その間に生まれた男子が高房である。広四川の死から28年後に高房は、 四君、大内義隆に対して、謀反を起こし、義隆の側近であった、広四線の息子、高安とその着男、高広はこれに抵抗するも打ち死にすることになる。東鏡、宇田広四線の序文広四線は、文人としても知られ、葬儀や稲葉城ろ県といった当時一流の文化人と信仰があった。広線はそれら文化人から、鏡とす、関東記録があり、 文部書道の機関と聞いていたがなかなか目にすることができなかったという。しかし文紀元年頃、その写本42条を手に入れることができ、数人の筆生を雇い書き写させて秘蔵した。それは自称4年から文英3年と、現在知られる範囲ではあったが、なおその間に20数年分の欠落があった。このため、広志線は諸国を巡礼するそうと、 または王冠の品格に託して、経営は、もちろん、機内、東国、北陸に、イタリまで尋ね回り、要約にして、欠落文のうち五条を手に入れる。これを、最初の書者と同じ形式で書き写させて、全47条とし、その目次も兼ねて、年譜一条を書き下ろし全48条とした。大永2年9月5日のことである。その後書きにはこう記されている。 望む人ありといえども、かつて被験を許すべからず、残事たりといえども、室内を出すべからず、いわんやたがり書者において親、もし子孫において、この掟き手に曽むかば、不幸心中のやからとなすべし、上記の大明氏の変の後、難を逃れた高安の次男、玄光は、秋の毛利元成を頼った。この際に、広瀬線の東鏡も毛利氏に献上され、 元成の次男、吉川元春の子孫に伝わることとなった。そのため、広瀬線の東鏡は、今日では、吉川本と呼ばれている。記事に3年分の欠損はあるが、現在では、あず鏡の最前本と目されている。ありがとうございます。